はい、それじゃあこっから西側の砂漠を収集していきましょう。やってこう。いくぜ。あうあう。いて。これか。なんか角度が違う。あれ？角度が違ったわ。顔の角度が。この処刑場、トアプリでゲルド砂漠に処刑場があって、まあ、ガノンドルフの処刑に使われた場所なんですけど、出てきましたね。そこの後なんでしょうかね。ここのモルドラジークはかなり倒しやすいな。おいおい強すぎるボザネ。サンキューボザネ。はい、ここ顔長いな君。オアシス到着。さてやりますかモルドラジーク。当たれい。怖いから離れます。この辺かな。終わった。なんか空中であれ、空中で死んだけど浮遊力を与えてしまったか。はい、コルグ怖い怖い。危ねえ。爽快だなここの。ここおおすげえ。あそこに真珠がいたんだよね。ということで、この下に、祠がありまして、行き倒れてる子がいますね。ミースーの祠。もうダメだ。やっと祠を見つけたってのに、ぐ、喉が渇いて、動けない。邪魔ですよ。最後に、一口、キンキンに冷えた、ボーイミーツボーイが飲みたかったな。カイジですか。麗しの美酒を求めてというおこらチャレンジですが、じゃあ無理やり入ってみましょうか。今回もね無理やりお邪魔させてもらおうとまあこんな感じで ESC を使えば無理やり入ることも可能だというね。 ESC はかなり前に説明しましたね。スキューを取ってスキュークリップを連続するという技でしたけど、結構簡単にできるんですよね慣れてしまえば。克服の証ゲットですと。はい、クリアしましたこの人このままにしといてもいいんですけど、まあほこらチャレンジクリアしましょう。酒場バーサークということで、バイミーツボーイ聞いてみましょう。うちの看板商品、バイミーツボーイが欲しいのかい。すまないが、あれを作るには大量の氷が必要になるんだが、今ちょうど切らしていてね、倒れてましたよ。行きつけなんだよね、あの人の。なんだってパクトがそんなことに。しかし何とかしてやりたいが、氷がないことにはあれは作れないんだよ。氷室に行けば氷はあるが。じゃあ取りに行きましょうか。行きますよ。本当かい？そりゃ助かるよ。パクトはうちの上得意だからね。さて、町の北側ってことで、あそこの奥に氷室がありますんで、北の氷室、南の補定あ、いた。寝てる。誰だ？仕事はもう終わりだ。用があるなら明日にしてくれぐ。じゃあちょっと朝にしましょうかね。あ、昼間に起きたね。ボーイミーツボーイ作りたいんですけど。そうか、フロスさんの頼みとあれば仕方ないな。ではこの氷を持っていくがいい。しかしこの暑さだ。分かってると思うが、チンタラ運んでたら溶けてしまうからな。はい。気をつけてフロスさんの元まで運ぶんだぞ。わかりました。あ、すげえ。ちょっと、着替えるの忘れてた。着替えるわ。着替えました。ということで、行きましょう。この氷、日向に出ると溶け始めるんですよね。ポタポタと溶け始める。なので日陰に休みながらこう行くっていうのが正規ルートなんですけど、この真ん中が雑魚敵が多いんですよ。なのでうざいので、この左の迂回したルートで行きます。この迂回ルートでも氷は溶けきることはないです実は。なのでこっちの方が楽だと。おーい、こっちだよ。氷はここに持ってきておくれ。こっちだよ。ん？あんたはまあ氷さえ届けてくれたら誰だっていいさ。あ、そうか。除草してないからな。氷もいい状態だね。サークサーク。結構溶けたけど。これならとびきりのボーイミーツボーイを作れるだろうさ。悪いけどパクトに伝えてきてくれないかい。最高のを作って待ってるってね。なに、とびきりの酒があるといえばあいつのことだ。飛んでくるだろうさ。こんにちは。もうダメだ。あるぜ。キンキンに冷えたやつがね。カイジ君下手だね。とびきりのボーイミーツボーイですって。こうしちゃいられないわ。あ、すげえ。遠いぞ結構。ピンピンしてるじゃないか。これはチャレンジクリアということで、開けときましょう。むちゃくちゃ遠い。今行きます。あ、ちょっと待って。よし、砂ざらし必須じゃないかこれ。この中にある、こんなところに、ここ、おいおいおい、入んねえぞこれ。寒暖差でさ、ちょっと大きくなってんじゃないのこれ。入った無理やり。ほい。ということで一旦町に戻りましょうか。酒場の横にいる、はい、なるほど、露天院さんか。そっか、やっぱりあそこか。ずっと砂嵐が吹いてるしおかしいと思ってたんだよね。私はこう見えて考古学者でね、この前発見した古文書を調べてたんだけど、やっと解読できたのよ。そうだ、ここであったのも何かのご縁。特別に私の研究成果聞かせてあげてもいいわよ。この町から出て東の方にあるゲルド砂漠の入り口付近には神殿があってね。そこにはゲルドの守り神とされてきた7人の英雄様の巨像が祀られているの。我ら7人の御霊、正しく導き者、勇者の試練への資格を与えん。勇者の力を求めるべく世界中の人々が神殿に集ったとされているの。英雄様たちは一つの大きな力を真偽対地非道十の7つに分けて、すげえ、それぞれが各々の力を担っていたというわ。火のやつ弱そうだな。でも私が見る限りはどれも同じに見えるけどね。完全解読までもう一歩。あの神獣様もおとなしくなったし、調査再開しないとね。ということで、これはチャレンジですね。7人の英雄。ここね、ここにあるんですけど、まあ飛んでいきましょうか。ナボリスにワープして、ここから下側に向かって飛んでいくと。で、まあこんな感じでね、それぞれの英雄には印、マークが付けられてます。この人だったら、胸にマークが付いてる。どこに付いてるかは人それぞれなんですけども。で、この紋章がですね、各地に転がってます。で、この紋章に合うマークを持ってる人のところに、はめるという。試練です。これね、結構めんどくさいよ。ここのソケットのね、文字、ゲルド文字なんだよね。これ結構こう、細かいでしょ、こういうのね。一個だけ紋章の御霊が石像の上にあるんですよね。足場がある石像があるんで、それ使って登っていきましょう。一回上まで登って、こっから飛んでいくと。ありました。これですね。はい、これをはめて、OK ですね。結構大変なのよ、この。時間かかるよな、これ。ほい、クリア。虚子王の祝福。祝福の証ゲットです。じゃあ、コログ、やるか。ほい。さて、砂漠は、ほぼ、終わったかな収集が。いやー、広かったな、砂漠。とにかく。ということで、まだあります。この塔の方もね、収集しなきゃいけないんで、こっち行きましょう。これ持っていきましょう。もう大量にいるからね、これ。兄貴さえいればもう100年で生きよう。これ面白いことできますんで。エレキ基地を利用してね。ほっ。もうお分かりでしょうか。来た！やってるやってる。行け！俺のしもべよ。ガーディアンが守ってくれている俺のことを。あ、倒した。ありがとう。お疲れ様。アニチイズパワー。これ。怖い。うい。潰すぜー。潰すぜー。兄貴イズバック。最強。トパーズ。拠点落としの兄貴。二つ名つけられそうだな。うい。何かいますよ兄貴。うら怖いですね。いるね。気象か。行っちゃいましょうぜ兄貴。お疲れ。君の宝石は砕かせてもらったよ。おおダイヤモンド2個。うめえうめえうめえ。次なる獲物を探しに。リザルフォスか。後ろから近づけねえかな。で隠れてこうやるっていうね。バレたバレたバレてはるバレてはる。兄貴を失ってしまったわけだが、わけではあるが、こいつがいるからな俺には。だがまあいい。それ痛いか。あ弓かこいつ。ちょっと練習させてはい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 。そんな物騒なもん持つなお前。硬いな。はいはい。硬かったわ。なんか岩を切る練習をしてたんですけどね、鬼滅に影響を受けて鱗滝さんに言われてやってただけなんですけどね。ほい。拠点か。2連休優秀だな。怖えここ。宝箱あるかな。いいとこあんじゃんこれ。どうぞ。はーいこんにちは。はーいこんにちは。お疲れ。爽快だな。紫ルピー。王家の盾。こうかな。ほい。めちゃくちゃ近い。難しい。岩ロック先生でございます。お疲れ。ほい。荒野エリアね、雪山もあるんよな。すごい地域よな。気温差が激しすぎる。過酷だな。やっぱハイラルの人が来ないっていうのはちょっと分かりますね。過酷な環境だからな。ディスカバリーチャンネルぐらいしか来れないんじゃない。さてこちら側に雪小屋があります。もう壊れてしまってますけど小屋がありますね。で日記があるんですよね。雪山の日誌を読みますか。はい。ゲルドの雪山に眠る勇者の試練、その調査の記録をここに記す。調査開始1日目。私は古い文献に書いてあった勇者の試練を調査するため、この雪山にやってきた。文献にはこう書かれていた。ゲルドの雪山の台座に勇者の試練が眠る。私は文献に書かれていた台座の元へたどり着いた。調査開始7日目。雪山で台座を発見してから早7日、調達した食料がもう底をつけようとしている。現地調査の会あってか、文献の中に謎を解く鍵となりそうな記述があることに気がついた。雪山の台座が光るとき、台座の中心に闇の塊を灯せ。この7日間の調査で台座が特定の時間だけ淡い光を放つことはすでに気づいていたが、闇の塊を灯せということが何を指すのか全く見当がついてない。本当？調査開始何日目になっただろうか。どうやら私は台座に隠された真実にあと一歩のところまで迫っているようだ。しかし食料が底をついてしまった今、これ以上調査を続けることは不可能だ。闇とは影。ちょっと待って。これ死んじゃったんじゃないのこの人。この後。闇とは影。雪山の日誌。無事なことを祈ります。で、台座なんですけど、ここにあります。ここ。じゃあここで台座が光るまで待ちましょうか。多分、午後の4時ぐらいから光ったはずなんで、それまで待ちましょう。お、光ったね。よし、これを大きくしよう。転がして大きくしましょう。さあ、大きくしたら、おい。これで OK と。ある程度の大きさの影であれば何でもいいんですよね。実はこれ。なので、雪玉じゃなくても実はできます。ということで、アイスメーカー。ここにアイスメーカーを立てておいて、で、5時ぐらいまでね、ちょっと待つと。そうすると日が伸びて、このアイスメーカーの影でも反応しますね。もしくはですね、ガチャを引きましょう。この、鉄箱くん。あ、ちょっと待って。説明しようと思ったらもう、普通に通ったわ。鉄箱でも大きな影になるんで、まあ影である程度塞いだら、もうクリアできるよということですね。鉄箱先生で OK です。雪山の日誌クリアと。スマ様の祠入りましょう。スマ様の祠。克服の証ゲットです。あと祠1個ですよ。あと1個。ついにここまで来たって感じだな。さて、最後の祠。ここからね、西側にあります。この、老名城跡ですね。これが最後だと。で、ここは、迷路の中自体に雑魚敵が出てこないので、敵が出てこないんで、しかもこの上空からアクセスしやすいので、非常に。まあ、最初からちょっと、ショートカットルートで行こうかなと思うんですけど、ここの真東の、ちょうど、角になってる部分、ここめがけてね、降りていきます。よっと。で、ここの下に通路があるので、ここにめがけて降りていきましょう。この壁を言ってるのはただの趣味なんで、気にしないでください。ただの趣味です。到着。ディラ、魔の祠。ここですね。これで OK と。で、これクリアしちゃうと、ちょっとまた別のチャレンジ始まっちゃうんで、その前に。砂漠の迷宮を訪れし者よ。そのあたりに試練を与えよう。迷宮を踏破せしとき、何時に祝福が与えられるであろう。ということで、この迷路に足を踏み入れた瞬間、足がついた瞬間に祠チャレンジが始まるんで、でも祠を発見したのですぐクリアになります。というね、ちょっとした小ネタでしたけども。ということで、宝箱、空中からね、アクセスしましょう。ここはもう敵もいないんで、やりたい放題です。はい、ここ。さあ、ではほこらクリアしましょうか。これが最後だよな。 DLC 版を除けば最後のほこらだと思います。ディラマの祝福受けるぜ。最後の祝福を。蛮族の服。おお。ということで。いやー。これ最後か。溜め込んじゃってますけど、その証を。克服の証。ゲットです。とうとうすべての試練を克服されましたな。我々同士の役割もこれですべて終わり。真の勇者の証を授けましょう。忘れ去られた神殿に向かうのです。おー、同志からの褒美。来た。これで我が役目は終わる。女神ハイリアの加護があらんことを。おお。やりました。やったぜ。忘れ去られた神殿へと向かいましょう。ロナカータの祝福の遺跡ですね。ここへ向かいます。ついにって感じだな。ここにですね、この祠の裏側に宝箱が置かれているんです。この巨大な女神像の前に。ということで、この宝箱開けてみましょう。ここにはなんと、息吹の勇者服。息吹の勇者なんですね。ブレスオブザワイルドなんで。息吹。ここで名付けられるんだな。時の勇者とかね、風の勇者。いろいろありましたけども。息吹の勇者帽子。息吹の勇者ズボン。ゲットしました。同志からの褒美。クリア。おー。これが息吹の勇者の、正式なスタイルか。息吹の勇者。ここに爆弾。おー、怖い怖い怖い。取るな取るな。やっぱこれがしっくりくるな。これですわ、やっぱり。わては。さて、ということで、チャレンジもいろいろとクリアしましょうか。ゲルドの町のチャレンジ、1個だけ残ってんだよね。あいつに話を。おい、なんだ男かよ。サンドブーツを履けばゲルド女子にモテるって聞いたからずっと走ってアピールしてるのに誰一人声をかけてくれないんだよ。ガセネタだったのかな。仕方ないわね。任天堂の闇の部分をお見せしよう。サボった僕はボテンサ35歳独身、趣味はジョギング。みんなからは良くも悪くも頑張り屋さんだねって言われます。君は一人なのかな。よかったら僕と一緒に。サンドブーツだよ。あ、サンドブーツに気づいちゃった。これさえやれば砂漠の砂に足を取られず普通に歩けるようになるからね。ジョギングだって楽々さ。だからよかったら一緒に。くれよ。え？いや、これはこのサンドブーツは超レアなもので。譲ってあげたいのは山々なんだけど。あんた、あたいにちょうだいよ。でもこれは仲良くなれるチャンスかも。そうだね、譲ってあげてもいいよ。でもその代わりにお願いがあるんだ。君は8人目の英雄の噂を知ってるかい。すごいお願いだな。ゲルド地方に伝わる7人の英雄伝説。祠開けましたね。7人の英雄像の。だけど本当は8人目の英雄が存在したらしいんだ。彼女がなぜ歴史から葬り去られてしまったのか、それは誰もわからないけど。噂はあれど、誰も見たことがない幻の英雄、子供の頃からの憧れだったんだ。だからその8人目の英雄を見せてもらえたら、このサンドブーツを君には譲ってあげてもいいよ。わかりました。探してきます。8人目の英雄は彼女を慕う者たちによって今でもゲルド高地に祀られてるって噂があるのと、赤褐色の巨神っていう異名を持つこと以外のことは分かってないんだ。あとこれよかったら使ってよ。きっと君の役に立つと思うんだ。スノーブーツ。いただきました。雪の上でもこう楽々歩けるという靴ですね。8人目の英雄。ということでですね、8人目の英雄像はここですね。ちょうどマップでわかると思うんですけど、ここにあります。ゲルドの塔エリアのここにあると。8人目の英雄像と。なかなか自撮りの位置がむずいな。でかすぎて自撮り位置がめっちゃむずい。あれ、自撮れないな。どこで撮ったらいいんだ、これ。対象が大きすぎる自撮りは難しいんですよね。なんか撮れないことがあって。なんで、ちょっと裏技を使いましょう。自分を映すっていうことをやる瞬間、回転する瞬間にシャッターを押すと。一瞬。はまっ！これどう？これいった？これいったかな？あ、いってる。この瞬間を切り取ったぞ。よかった、無事だったんだね。なかなか帰ってこないし心配していたんだ。実は8人目の英雄なんて単なる都市伝説で実在しないものなんだ。そうなんだ。僕、君とお近づきになりたくて。あ、そういうことだったの？無理なことを言って君を引き止めておきたかっただけなんだけど。結果的に君を危ない目に遭わせることになったんじゃないかって不安で。でももう君を危ない目には遭わせないよ。これからは僕は君を守。はい、これ。これ見ろ。ちょっと、おっさんが映り込んでるけど。ちょっとね、おじさん、100歳のおじさんが映り込んじゃってますけど、これが俺の本当の姿なんで。確かに噂通りの姿だ。そうだね。大変だったぞ、撮るの。すごいじゃないか。今まで都市伝説と思われていたあの8人目の英雄が本当にいたなんて。これが世間に知れたらすごい騒ぎになるよ。でもさ、僕は誰にも言わないよ。そうすれば君と僕、2人だけの秘密ってことだよね。めげないなぁ。あんな100歳男性が映り込んでいたっていうのに。よかったらこれを機に僕とください、それ。そうだったね。ちょっと待ってね、すぐ脱ぐから。ちょっとかわいそうだなぁ。あ、脱いだ。サンドブーツ。へえ。実際脱ぐんだ。おもろ。僕だったら待って大切してね。やだな、こいつが履いた後。じゃあ、スノーブーツ返してもらっていいかな？このままじゃ僕裸足になっちゃうし。あ、どうぞ。返すんだ。よし、装着完了。ただこれだと砂漠では走りづらいし、走りっぱなしで実はかなり疲れててね。ゲルドの街の入り口にテントみたいなのあったし、しばらくそこで体を休めとくよ。よかったら君は一緒に。さよなら。え？ああ。さよなら。ということで、8人目の英雄クリアと、休んどるな。次こそデートに誘うぞ。君、来てくれたんだね。いや、きっと来ると思ってたよ。おい、それもくれ。え？スノーブーツも欲しいの？くれよ。はは、君は意外と欲張りさんなんだね。なんだ。そうだね、君の頼みじゃ断れないよな。ただ前みたいにまた僕を驚かしてくれたら、君にこのスノーブーツをプレゼントしようじゃないか。実はあの8人目の英雄の巨像、剣を持っていなかったのに気づいたかい。きっと8人目の英雄にも剣があったはずなんだ。この剣が本当に存在するのであれば、こんなに驚くことはないよ。じゃあ行ってきます。え、行くの？忘れられた剣。めっちゃニコニコして見てる。目の前で着替えてやろう。なんだ君か。しっかしまあ相変わらず冴えない顔してるね。そんなんじゃ彼女できないよ。僕も女の子とはいろいろあったけど、今は彼女一筋なんだ。ちょっと、現実見せてやらないとな。剣は、この辺にあるんよね。ありました。あそこに剣があります。忘れ去られた剣。これもでかいな。現実を見ろ。君！ゲルドコーチで君を見たって人がいてね、心配してたんだよ。いや、格好全然違いましたけどね。これ見てくれ。真実を見ろ、真実を。本当にあったの？いや、この前に映ってる一般男性を、見なさい、一般主婦を。そうだな、命がけで約束を果たしてくれたんだもんな。男の僕が彼女との約束を破るわけにはいかないよな。ちょっと待ってね、すぐ脱ぐから。スノーブーツ、ゲットです。とうとう裸足になっちゃったよ。でも君が喜んでくれるなら、それも本望さ。それに今回で君の大切さが改めて分かったんだ。その欲張りなところ、時にそっけないところ、意外とタフなところ、よかったら、僕と、付き合って、無理です。うすうすは分かってたけど、せめて最後まで言わせてほしかった。教えてあげな、リンク。教えてあげなよ。せめて君が見えなくなるまで見送らせてくれよ。見覚えないか？この姿。彼女に振られちゃったよ。見覚えないか？というか付き合ってもなかったけどな。でも彼女と過ごした日々は楽しかったな。お前もいい恋しろよ。恋は盲目と言いますが、何も見えなくさせるものなんでしょう。ほい、ということで、ですね、マリッタうまい宿で受けてたチャレンジがあって、これもやりましょうか。さあ、ここのチャレンジ、まだクリアできないんですけどね、ちょっとチャレンジ受けときましょうか。俺は巨大クジラは世界の砂漠化による水不足で絶滅したと思ってる。私は巨大クジラは火山の大噴火により絶滅した説を信じている。僕は巨大、長いな、氷河期の到来により絶滅したと考えてるんだ。これ場所のヒントですね。おや、これは失礼。つい夢中になって。私たちは巨大クジラがなぜ絶滅したのかについて研究しているのだが、巨大クジラの骨が眠るという場所が見つからず、ここで空論ばかり交わしてるんだ。なかなか旅慣れしてるようだし、どうだろう、私たちの代わりに。絵を描いてきてもらえないか。特に欲しいのは頭の部分だから、写し絵ね。いいですよ。本当かい？助かるよ。それじゃあ300ルッピー用意して待ってるからね。巨大クジラの化石。はい。ということで、巨大クジラの化石、これの写し絵を撮ってきてくださいよということで、荒野エリアにもありましたんで、それを撮りに行きましょう。3つね、撮れば OK です。頭を。さて、やってきたぞ。でかいな、これも。でかすぎ。自撮り大変だぞ、これ。来た。で、次が、オルディの大化石の方ですね。あれだね。これで、取れた。いけた。いいね。じゃあ次。ここにあります。ヘブラの大化石。ここ超寒いからね。自分を入れたいからな。自ドラーとしてはさ。自分を、でかい！これいいやん。これいいじゃない。マリッターマイド、来ました。餌いあれば。ちょっと待って。押し寄せてくるんだけど。餌いあればの軍団が。これを見ろ。いい写真だろう。立ち尽くしてる感じ。これは玉あげた。あんた絵がうまいんだな。これなら巨大クジラが世界の砂漠化で滅びたってのもバッチリわかりそうだ。これどうぞ。これもね、結構いい写真。これゲッツしてるという。グッてしてるっていう。瞬間です。これは素晴らしい。よく描けているじゃないか。これなら巨大クジラが火山の噴火で滅びた説を立証できそうだ。ありがとう。大丈夫ですかねこれ。証拠で使って。これ見てくれよ。これはね、腰のラインをちょっと注目してほしいですね。プリッとなってますから。すごい。まるで本物を見てるみたいだ。巨大クジラが氷河期の到来で滅びだという説の重要な証拠になりそうだよ。わあ、3つの巨大クジラの骨の絵、本当に揃えてくれたんだね。ありがとう、感謝してもしきれないよ。これはほんの気持ち受け取ってね。300ルピー。みんな、議論してる。学説で広まってほしいな。論文とかでさ、使っていいからね、俺の。ケツプリの瞬間をさ、使っちゃっていいから全然。大丈夫なんで。よろしく。はい。じゃあ、荒野エリア、収集完了しました。砂漠は広いエリアに点在している感じだったので、結構大変でしたけども、10時間ぐらい。ただその量自体は、コログとかの量自体は少なかったので、そんなに平均的よりちょっと多いかなぐらいの感覚でしたね。ですね、これで祠が全部開きました。残すは、ハイラル城の攻略、それからハイラル城にあるコログ、ハイラル城の宝箱となってます。が、実は、とあるムービーがあって、それを見てもらおうと。これは真珠をクリアした後に、何らかのロードが挟まると発生するムービーですね。DLC を買ってると発生するムービー。ではこちら。リンク。はい、すいません、ちょっと。リンク。こんな格好で。はい。私は見届けました。あ、はい。あなたが成し遂げた姿を。ルッタ、ルーダニア、メドウ、ナボリス。もはやすべての神獣は解放されました。なるほど。今のあなたなら、秘められた新たなる力を手に入れることができるはず。はい。海星の祠へ向かい、シーカーストーンを端末に戻すのです。うん。これで、DLC、新しいチャレンジですね。はい、ということで、ゼルダ姫から呼び出しを食らいました。海星の祠へとまた戻ることになります。実はですね、こっから8パートぐらいやりますんで、その DLC 攻略。意外と長いです。まだまだ。ということで、引き続きお付き合いください。また、来週は DLC 版の攻略です。ゼルダの伝説、ざっくり解説。今回は歴史上のいろんな種族についてざっくりと見ていきましょうか。長い歴史を持つゼルダシリーズでは様々な種族が登場してきました。ブレアにも登場した代表的な種族はすでに紹介しましたが、それ以外の種族についても簡単に紹介してみようと思います。まずは不思議の帽子で登場したピッコル族、親指ほどの小人族で、遠い昔に天から舞い降りてきたとされています。町に住んでいるピッコルはたくさんいますが、子供にしか見えないため、ハイラルの住人もその存在には気づいていません。次にトワイライトプリンセスでは、天空人という不思議な生き物が登場しました。小型の鳥のような体に人のような頭部を持つ種族で、ハイリア人よりも前の時代に繁栄し、ハイラルの遥か上空に浮かぶ巨大都市に住んでいます。極めて高度な知能を持ち、独自の発展を遂げ、高度な古代文明を築き上げたとされています。ハイラル王家やシーカー族とも親交を持っていたので、もしかしたら今回のシーカー族の高度な文明と何か関わりがあるのかもしれませんね。次にスカイウォードソードでは、女神ハイリアの時代に存在していた古代の亜人として5種族が登場しました。森を住処としているキュイ族。草食亜人とも呼ばれ、温和でのんびりとした性格ですね。オルディン地方を生活区域としているモグマ族、ドリューア人とも呼ばれ、一族の大半がトレジャーハンターを生業としています。フロリア湖の奥にある洞窟に住むパラゲ族、水星ア人と呼ばれ、水流フィローネを慕って共に過ごしています。ラネール地方で活躍していた RS シリーズ、こちらは機械ア人、ロボットと呼ばれ、雷流ラネールの管理下で、時空石という鉱石の採掘を行っていました。もう一つはすでに説明したゴロン族ですね。ゴロン族以外の4種族は後のシリーズには登場していないので、おそらく絶滅してしまったのかなと思います。その他様々な種族も登場していまして、時岡やムジュラの仮面にも登場したデクナッツ族、第一の汽笛で登場したロコモ族、不思議の木の実に登場したウーラ族などなど、まだたくさんの種族が登場してますので、これからのシリーズでもしかしたら再登場ということもあり得るかもしれませんね。はい。というところで今回はこれぐらいにしたいと思います。ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。